こんにちは、関あかねです。岩渕真奈選手が引退されるということで、ほんのちょっとは予想してたんですけど、びっくりしました。ファンとしては少し寂しい気持ちがありますよね。アーセナル退団したってなって、でその次どこ行くんだろうっていう、みんな多分気になってたと思いますけど、私も気になってて、まあ、ドイツまた戻るのかなとか、もしくはこうウィーリーグにね、帰ってきてくれる、帰ってくるっていうのは違うか、ウィーリーグに、まあ、日本に戻ってきてくれるのかなとか、まあ、いろいろ予想はしてたんですけど、まあでもその引退する可能性もまあなくはないなとはちょっと思ってて、でも実際にね、本当引退するってニュース見た時は、本当にちょっとこう、ショックでした。生でね、見たことないんですよね、岩渕選手。見たかったな。そう、ウィリーグに来てくれたらよかったなって。正直そう、自分の中では、ウィリーグに来てほしいっていうのが一番あって。そしたらね、生で見れるし、あんなスター選手来てくれたら、やっぱすごい面白かったと思うんでね。どのチームであってもよかったなと思うんですけど、まあまあ、それは置いといて、そう、冒頭のね、歌でもあったように、私がそもそも女子サッカーにハマったのがきっかけがね、岩渕選手だったんですよ。最初にちゃんと女子サッカーを見たのが東京オリンピックの時で、でその時はまあすごいこうさらっと見てて、全員のことを覚えるほどはちゃんと見てないんですけど、まあ、岩渕選手のことはもともと知ってたんだったっけな、忘れちゃったんですけど、まあそこでちゃんと知って、多分ちょっとそこで気になったんだろうな、なんか YouTube とかやったら検索したのかもしれないですけど、インスタのライブの録画みたいのが上がってて、 YouTube にそれが長谷川選手とのこうトークだったり、あと清水選手とかだったかな、あと田中美奈選手とこう一緒にやってるやつだったり、そういうの見てるうちにやっぱこう好きになっちゃうじゃないですか。一気にこう親近感湧くし、でその岩渕選手はそうアーセナルに所属してるって知って、でイギリスのリーグも見るようになって、でそこで、岩渕選手の友達のミーデマーとか、ミーデマーのパートナーだったリサ・エヴァンス選手とか、あの2人がなんか YouTube チャンネルで Vlog みたいのを結構出してて、それを見たのも結構こうハマるきっかけになってて、まあ、そんな感じでどんどんこう女子サッカーにハマってったんですよ。だから本当に岩渕選手がきっかけなんですよね。そんな選手がね、引退するっていうのは個人的に結構なんだろうな、感慨深いものがありました。女子サッカーを見始めたタイミングが悪くて、岩渕選手のプレーする、もちろんプレーは見たことあるんですけど、がっつりこうたくさん見たわけじゃないんですよ。アーセナル時代って後半まあほとんど出れてなかったし、トッテナムもね、出ても途中からとか、スタメンのこともあったかな、ちょっと覚えてないですけど、まあでもそんな多くなかったですね。トッテナムの監督変わってからも、そんな出てたイメージない、印象ないし、あと、そう代表戦もね、そんな数多く、ここ数年、見れたわけじゃないんで、結局だから、そんなたっぷりこう、岩渕選手がサッカーしてる姿をたくさん見れたわけじゃないんで、そこはね、やっぱりもうちょっと見たかったなっていうのがありますね。女子サッカー知るのが本当にもうちょっと早ければ、例えばアストンビラでやってるところとか、アイナック時代とかもあったわけだし、見れたのになって感じで、まあちょっと知るのが遅かったなっていうふうに、思います。うん。でね、まあ引退の理由が結局やっぱり怪我が原因で、こう思うようにプレーできてなかったっていうことを、会見とかね、なんかインタビューとかでも言ってましたけども、常に上を目指してるから、なかなかその、うまくプレイできない、上がっていけない自分はもうやりたくないっていうことでね、引退を決意されたっていうことなんですけれども、まあそうなるとやっぱりこう仕方ないですよね。むしろすごいプロっぽいというか、それはそれで なんだろうな、潔いっていうか、まあでも、引退した後も女子サッカーと関わっていくようなので、それはそれでね、すごい楽しみですよね。まあ、なので、ね、今後も矢渕選手応援しております。本当に女子サッカーハマるきっかけをいただいてありがとうございました。感謝しております。ということで、現役選手としての矢渕選手、お疲れ様でした。ではではでは。